では両チームの今日のメンバーを見ておきましょう。まずはホームの FC 町田ゼルビアです。ゴールキーパー今日は福井です。鈴木純也、チャンミンギュ、藤原、尾長、平川、松井、宇野、沼田、前線は藤尾とミッチェル・デュークです。続いてアウェーのモンティディオ山形のメンバーです。ゴールキーパー後藤正明、山田拓海、西村、野田、小野、フルス対戦高江、南、それから中盤にはもう一人国部で、伊坂善員、藤本、後藤祐介という11人です。左サイドいきます。後藤祐介クロス飛び込んできた、後ろから伊坂善員、もう一回吐き出して、おー簡単になる、藤尾、中央にミチェルデューク、藤尾またいで、またいで中に行こうとしましたが体で出てしまった。ノーファウル。逆サイド平川スルー、後ろから松井が来る、巻いてシュート、うわー、一気にカウンターで最後沼田のシュートでした町田。まあ、この仕掛けなんかも周りのサポートを待つのではなく、藤尾自体もやっぱりもうボックス近辺でしたから自分で行きましたよね。小永、藤尾がいますが南ワンタッチ、山田拓海もワンタッチ、伊坂善員止めて中央、北部藤本アドバンテージ、藤本運びながら逆サイド、後藤祐介が入ってきます。跳ね返って伊坂善員、北部南押し込んできた山形、およく見ている、前向いてシュート、藤本良樹のシュートでした。長いボールで藤尾を切り返した、返した、のファールで町田にペナルティ。これ完全に体が置いてかれた状態の野田のこの左手が足にかかったってことなんですかね。逆もつきました。藤尾しっかりと PK 決めました。先制 FC 町田ゼルビア、19分というところです。前にポジションを取りました藤原、センターバックの左です。一旦中、沼田開いた、沼田のシュートだー、間を見逃しませんでした。沼田コントロールショット決めて2対0、町田リードを広げます。いいシュートでしたね。そうですね、まあ、藤尾もそうですし今の沼田もそうですけれども、エリキのパフォーマンスをまたやっていました。鈴木純也がボールセットです。ショーヘディング、やっぱりミッチェル・デューク、3点目町田、高い強い決めてきましたミッチェル・デューク。小野残しています、戻して高江、前向いて南、いた、国部のシュート、低い弾道でいきました。国部ゴールキーパー福井が最後しっかり抑えています。インターセプト返し、スペースに満ちるときもちょっと呼んでますが、平川少し運びます。これでただ山形の方も陣形を整えます。右のスペースに藤尾が流れる、野田がついていきます。中央満ちるという平川は内側にポジションを取ります。もう一つ後ろから宇野も中間に入っていきます。そこを見た宇野、平川
切り返した平川、こぼれてる、さらに平川、後藤正明よく止めました。チームを救いました後藤正明。で右に来ましたバスケスバイノン、松井、もう一つ繋いで鈴木純也、ちょっと前を取りに行きますバスケスバイロン、前を向いて切り返す、左足速いボール入れてきた、決まった、バスケスバイロン、いやここで来ましたね、バスケスバイロンもゴールです、入ってすぐですね。いやゴール前では藤尾が触ったってアピールしましたけどね。おお引っ掛ける、安い、安い、荒木、高橋大吾落とした、藤尾、藤尾のシュートだー、いやー勢い止まらない、止めない、5点目 FC 町田ゼルビア。入ったばかりの高橋大吾、おしゃれなアシストで藤尾今日2点目。浮きましたけれどもカバーをしました松本です。松本と安井のドイツブランチ真ん中2枚になっています。坂全員田中渡る1つ飛ばして横山、中デラトリーますが横山シュート、こぼれた、伊坂全員折り返してきた、ナイスキーパー、よく触りました福井、1つ前の横山のもよく触っていました。ニアサイド、もう一回つなぎます、高江、中を見てクロス、うん、こぼれた逆サイド、折り返してきた、こぼれている、ナイスカバー、高橋大吾、荒木、高橋大吾、おお、うまい、ちょっと時間も使います、試合終了です、5対0、 FC 町田ゼルビア、モンテディオ山形を下しました。